ティーボールはピッチャーのいない野球のこと。バッティングティーに置いた止まっているボールを打つので誰でもすぐに楽しめます。主に野球やソフトボールをこれから始める子どもたちや障害のある人でも気軽にできるスポーツなんです。先日、今年で18回目となる練馬区ティーボールフェスティバルが開催され、小学生チーム12チームが参加しました。普段、こういった人工芝のところで遊べない子どもたち、それから野球をやってて、試合に出れない低学年の子どもたちに試合を楽しんでいただくというのが目的です。で、野球人口の底辺を広げたい、それも思っております。この日はあいにくの雨でしたが、参加した子どもたちは誰もが活躍できるこの競技を存分に楽しんでいました。楽しかった、楽しかった。ボールがその止まってるから打ちやすくて簡単に打てる。ボテボテでもセーフになるかもしれない。ピッチャーとかいないからやりやすい。